こんばんは、かっこいいギタリスト竹下敦です。決め、弦を張り替えを432で合わせたんですが、やっぱりね、1回440で合わせちゃった弦で合わせても、1回そういう風に震える癖がついちゃう。432っていう、周りに割り切れないね、周波数で鳴らして気持ちよくないんですよ。どっかになんとなく自分が置いてけぼりになっちゃってるなっていう、やっぱり私の中で、ね、非常に良かった演奏というのはね、こういう、これをね、ナック藤原氏と一緒にやったのはね、名演奏だと思います、はい、言い切りますが、自分の中では結構ベストに近いです。何がいいかっていうとね、